アメリカから留学してきた金髪お姉ちゃんと友達になった。どうもウープスに当たる言葉がしっくりこないというので、そういう時は小声でクソがと吐き捨てるのが砕けた日本語かなと教えてあげたら、次の日から携帯の電池が切れてクソが、返すつもりの本を忘れてきてクッソなんてクソクソ連呼して面白かった。後でバレてすごい怒られた。イギリス人の知り合い、日本語猛勉強中は最近友達相手に喋ったりメールしたりするのに、何々ですか何々しますみたいな丁寧語じゃなくてもっと自然な言い回しを使いこなしたくなったらしい。何々ですかは何々のと風に理解したようで、この前は久しぶり元気のという書き出しのメールが来た。思わず吹き出した。だいぶ前に英会話の先生がコンビニエンスストアは文法的にはおかしいと言い出したので質問かと緊張した。次の瞬間ユートピアに改名すべきだ、どこの国に真夜中にいらっしゃいませと店員が微笑んでくれる国がある。眠れない真夜中にビールもナッツも買えて徹夜明けで腹が減った時にはサンドイッチだろうがヌードルだろうが何でも売っている。最近じゃ薬まであるじゃないか。ウコンの力は最強だ。来た直後はアメリカに帰りたいと泣いていたのだが、マンションの外壁工事に来た親方とボブの会話、ボブ親方親方親方どうした、ボブメンドゥーサ来てないよ、親方全くしょうがねえな、俺たちだけで始めるぞ。随分ワールドワイドな工務店だなと思っていたら、12時になって流暢な日本語が聞こえてきた。すいません遅くなりました。確認はしてないが遅刻したのはおそらく遠藤さんだと思う。